中国人？中国人で行く？行く？俺もです。あ、え？一番さんテイクお願いします。ちょっと待って。中卒がいる。中卒がいる。中卒。3番の中卒です。6番中卒把握しました。使用します。私大卒です。え、あ、え、これ私ルームマスターかな？あれ？あ、いや。アホか。これ、じゃあ、あどういうことだよ。はい、2番です。よろしくお願いいたします。3番さんどうぞ。はい、3番です。初心者です。よろしくお願いします。あ、あ、だ、これ聞こえますか？大丈夫かな、これは。私、私も、人狼殺は、最近始めました。日本語の勉強で、やってるですけど、もしかしたら、日本語があまりうまくないかもしれないので、皆さんよろしくお願いします。こたつさん、かずきよさん、ミシェル、バック、ごめんなさい、ちょっと差別じゃねえかよ、差別じゃねえかよ、はあ、差別じゃねえかよ。あ、いや、私、聞こえます。チャイヤイヤンさんは、中国の方ですか？中国人？僕、アメリカっす。でも、チャイヤイヤンって私よく聞くけど、中国系のアメリカ。あ、そうなんですね。よろしくです。はい、パピスケさん。あ、いや、これあれだよ、何やってんの、インターネット悪いんだよこれ。そうだよ、ほら、静かにする必要なかったじゃん。これ静かにする、じゃあみんな、インターネット鳴るまで喋ってようよ。うるさいって、人狼殺喋るゲームじゃん。なんで喋っちゃいけないの？まだ大丈夫。まだ大丈夫って、雑談も交わしない。あなた中国人でしょ？中国とアメリカ人のハーフでしょ？ちょっとぐらい喋る。なんでダメ？あ、ルームマスター帰ってきたこれ。あと、沢山か？沢山さん？あ、番号1、2番。2。番号1、2。はい、2番です。かわいい。お前気持ち悪いよ、お前すぐ女の子に会ったらチヤホヤするなよ、お前。1、2、3、4、ER 算数ウーロン茶じゃねえよ。ウーロン茶好きなの？今度お茶しに行こうよ。ウーロン茶煎じて風邪治るよ。ちょっと静かにしようか。始めようか。なんで僕だけ、僕だけ差別されてるこれ。あんま聞いたれんの。5番さん何人ですか？あ、私、中国と、ロシアのハーフです。ちょっと待ってよ、興味持ってくれたんだから少しぐらい喋らせて。3番さんはちょっとキックした方がいいと思います。始めましょう。ほら、可愛い子もこいてるんだから。お前俺かよ